こんにちは、アルオジです。今回はいつ買ったか忘れちゃった 3D プリント用ビルドシートを試してみます。どんなものか見ていきましょう。このビルドシート、動画を撮影しているタイミングではただのおまけかと思っていました。なんかね、どこからともなく出てきたこういう紙があったんだよね。これわかるかな。多分まあ貼るように、多分だけどフィラメント付属のやつだと思うんだけど、ちょっと覚えてないんですよね。覚えてないんだけど、なんかこういうのが出てきたんだけど、これがね、結構ほぼ一緒、まあ、ちょっとはみ出てんだけど、冷静に見たら結構はみ出てんだけど、まあこれちょっと使ってみようかなと思って、今回はこれの動画しようと思います。よろしくお願いします。でも調べてみたら NCI マイニュータックシートという名前でちゃんとした商品でした。以前 X5SA 用に買ったもので3枚入りだったんですが、1枚だけ残っていたみたいですね。で、そもそもなぜビルドシートの動画を撮ろうと思ったかというと、ペイビルドシートを買ったから、そしてその動画を作りたいからです。どうやらこのペイシートっていうやつ、一度つけると使ってる最中はガラスビルドプレートは使えなくなるみたいなんですよね。なのでその動画を撮る前にガラスのビルドプレートに貼り付けるだけで良さそうなこっちを試してみようとなったわけです。1年前から放置していたものなので、これから買おうという方の参考になるかは分かりませんが、いろいろな材質のフィラメントで印刷してみたので、買う前に参考程度に見てってください。では貼り付けていきます。僕が買った大きさは 30×30cm だったと思うんですが、サームーン D1 用には少し大きいですね。適当に貼り付けて余った部分は切っておきます。なぜか手元にハサミがなかったのでカミソリで剃ってきました。まあ、ボロボロなんですけど、見た目はどうでもいいです、使えればね。ビルドシートが付いたものをサームーン D1 に取り付けるのは結構至難の技でした。僕は無理やりパワーで入れましたが、厚みがありすぎて厳しいですね。他の 3D プリンターを持っている人はそっちで使ってる留め具を使うといいと思います。こういうやつですね。っていうか僕もそうすればよかったです。印刷は PETG からやってみます。かなり直近まで使っていたやつなので、設定とか変えなくていいからという安直な理由で使ってます。動画映えとか気にしてません。どうもりのフクロウのキャラフィギュアを印刷していきます。なんか名前はフータだったと思います。はい、なんかサポート材が途中で吹っ飛んで片手、まあ片バネですかね、が印刷できてませんが、問答無用でサポート材を剥がしていきます。ここでサポート材を剥がすのに失敗した時、もしくは V 破壊が行われた際の対処法を紹介していきます。まずライターを召喚します。 V 破壊された部分を炙ります。はい、くっつけます。てってれーと、まあこんな感じですね。炙りすぎると焦げたり内部で燃え続けたりしてちょっと危険なんで、軽く柔らかくするイメージでやるといいでしょう。業務用のクソ熱いドライヤーとかを持ってる人はそっちの方が安全だと思います。PETG の印刷完成度はまあって感じでしたね。サポート材の底面の定着が悪くて片手が吹っ飛んでいるのが痛い部分です。まあ普通に失敗と思っていいでしょう。では次、最も印刷が簡単な PLA で試してみましょう。せっかくなので有用なものにしたいと思ってスイッチのカセット入れを作ってみます。スイッチとかダウンロードでゲームが買えるようになって長いですが、物で持っておかないと所有してる感がなくて、ずっとカセットで買っちゃってるんですよね。できました。そして秘宝なんですが、スイッチのカセット入れ、実は1年前くらいに買って、そこにカセットをいろいろしまっていたんですが、なくしてしまいました。どうもバカと申します。よろしくお願いします。バカの意見で申し訳ないんですが、この印刷は結構いい感じにできましたね。ビルドシートが若干ボコボコしている部分だけ底面が薄くなっていますが、まあ許容範囲内でしょう。はい、そんなバカですが、続けて印刷をしていきます。TPU の柔らかいフィラメントを用意しました。これも例に漏れず1年前くらいに買ったやつです。で、ノズルの大きさが 0.4 ミリだとかなり詰まりやすいので、1.0 ミリのデカノズルにしました。作るものは天才のアイドル様です。1年前にも同じモデルを使ったんですが、クトゥルフの偶像ですね。なんか柔らかいとそれはそれで可愛いかなと思ったので作っていきます。はい、できました。タイムラプスを撮っていたんですが、厚すぎるからか途中の部分が撮影できていませんでした。悲しいです。印刷の品質自体はかなりいい感じ。90点くらいですかね。TPU って糸引きが激しい材料なんですけど、これは最小限で済んだかなっていう感じがあります。ウォール部分を二重にしていたので TPU ですけど、まあ硬いっすね。動画で見て柔らかい感じは多分あんまりしないんじゃないかなと思います。ちゃんと触ってる限りは柔らかさを感じるんですけどね。まあスライムみたいにグニョーンみたいな感じでは全然ないです。タイヤとかを触ってる感じに近いかなと思います。
はい、というわけで、今回はいつ買ったかも忘れてしまった、なんならなんかの付属だと思っていたビルドシートを使ってみました。このビルドシート、ビルドシートとしてのクオリティはかなり高いと思います。さすが日本製ですね。1年前これの紹介動画を実は作ってまして、その時は本当に剥がしづらいレベルで定着していたんですが、今回の動画では定着はほどほどによく剥がしやすいという結果になりました。もしかして劣化。皆さんもビルドシートの1年熟成試してみてはいかがでしょうか。次回もお楽しみに。